キセルを手にした黒い頭巾の若侍のために茶卓に乗せて茶碗を運ぶ娘を描く18世紀の浮世絵版画。1770年頃の作、鈴木春信の笠森汚染と若侍。背景に朱色に塗った鳥居と石畳の参道が見える。ここは江戸の谷中の笠森稲荷の神社の境内でお茶を飲んで休める水茶屋の鍵屋。娘は当時江戸で評判だった美人のおせんちゃんです。侍は運ばれてきたお茶には目もくれず、誰もが会いたがったアイドルの顔に熱心な眼差しを注いで、彼女も視線を返して答えているように見えます。細長く伸びた華奢な体つきと頭の大きさに比べて小さく表された手を持つ人物の表現は、江戸の人気アイドル鍵屋のおせんちゃんの可愛らしさをよく伝えています。